はい、ドキドキするチャンネルです。さあ、ちょっと荒れ模様ですね。でも少しなんか気配が出てきたんで、あっちこっちでヒラメを上がってる話が昨日一昨日ぐらいから出てるんで、7月7日です。七夕でございます。いいことあるかな、77で。水の色悪い。潮、中潮ですね。この後夕方4時が満潮、今2時過ぎぐらい。ちょっとやります。下降りてみると結構波あるな。濁ってるわ。はい、なんか微妙なんでちょっと移動します。移動してきて霞水圏に来ましたね。サーフはね、なんかね、濁ってるし波は高いし、釣れてるって話を聞くと行きたくなるんだけど、どうしてもなんかね、そういう話聞くんだけど、聞くと行きたくなるんだけどと行って、もうその時点でああこんなもんかって感じになっちゃうんですよね。いかがなものがね、この性格。というわけでシーバスがまず狙っていきます。ここでシーバスが結構ね釣れるパターンをね池田先生に聞いたんですが、今日は当てはまんないっぽいな。だから釣れないかも。まあでもやってみましょう。全然でも上流域より水が生きてる。このぐらいの水質ならいいね。ここは水門もあって流れも出るからいいポイントでしょ。すんげえ食い方きっと食ってったよ。ツーナマ君シェイクしてからだね。よし、もろ食う時はもろ見えてきた。こんな風に出てくれるんですね。軽くねトゥイッチ入れたんすわ。そしたらタートのその辺に隠れてたのが流れてきてたらぐんぐんと食ってくれましたね。はい、日が暮れるな。ちょっと車の中に当たったらフロックが出てきたんで、いつの何年前のか分かんないけど、これで遊ぼう。出ねえかな。ダメだっぺよ、こんなん投げらんねえや。カットカット、へいへい、カットカット。トーン減らすぎてダメだよ。マジでよ。ここだって、こういうことつながってるから魚入ったと思うんだけどね。おお、来た、おお、来た、おお、来た。うーわ、食ってきた、ミスバイト。なんだろう、今の。はい、移動してきました。今日も一本つけりゃいいな。潮田はニョロニョロっすね。なんせ前回そんなにできなかったのと、池田さんが最後10時ごろでっけえのかけて頑張ったけどフック2本伸ばされて終わったっていうんで、
本当にでかいのはいるんですよね。それを動画内で証明したいんですよ。頑張ります。ホイールしてる。入ってきた。結構ここ前だね。もっと明るい時見てたら明暗出たり入ったりするんですよ。シーバス、もうちょい暗くなってからの方が良かったかな。エントリーあんまり早く時に投げちゃうとね、もういるやつが擦れちゃうんで、タイミングも重要なんですよね。今日ちょっといろいろ他のローも投げてみようかなと思います。今日は離れてるところでもボールするんで、おっしゃ、出た、よっしゃ、出ましたよ。しかもなかなかいいサイズ。よし、スイングボブラ、おっしゃ、ナイスファイト。オーケー、この間と同じぐらいはあるか。おお、ふう、いい出方した。しゃあ、すれかな、ちょっとそんなにでかいでかい。おお、結構ファイトだよ。結構ファイターだよ。あ、すれ回っちゃったのかな。よいしょ、つかんちゃえ。あいつら、よし、初めからこうすればよかった。はい、キャッチ。前回より低いからやりやすい。よいしょ、軽く51、2、3、4、55ぐらいですね。55。じゃあ逃がしましょう。どうも連れてくれてありがとうございました。水かけられた最後。はい、ヒットルバースイングボブラー剥げちった。いや、これで初めて釣れた。すげえトップだった。プワーンと気持ちかったっすね。スナップがね、この D スナップってやつに してるんですよ。いつも買ってるスナップが売ってなくて、いや、これ深詰めしてるとマジで使いづれ。なんかもうちょっとつきやすいスナップがね。ウォーターランドのスナップは柔らかすぎてダメなんですよね。何個は好みがあって、カルテボかどっかのが良かったんですけどね、打てないんですよね。このスイングオブラっていうのは便利ですよね。だってあれでしょ、沈めればシンキングで使えてね、すぐ巻けばトップで使えるもんね。これは便利だよ。考えた人天才だな。動きもいいし、形もなんつうんだろう、オールドチックで、なんか目がね、オールドチックでいい感じですよね。後で調べてみよう、このロア。うわー、出た。今早巻きして回収してたら追っかけてきて、ちっちゃいのが食ってきた。パシャーって、ちっちゃいけどトップ。あー、外れちった外れちゃったよ。今二度食いしてきてパコンと出ましたね。服伸びてねえよな。あー、面白い。君に流れてて意外とドリフトで引いてますね。明るい方に結構入れても 風がこうだからか、そんな流れは感じないんですけどね。暗い方に結構ルアーが入ってきますね。あとは沖から、この間池田さんがフック伸ばされたサイズがこっちまで入ってきてくれるのを祈るばかりですね。この間10時ぐらい釣ったのかな。いや、フック見せてもらったらね、めっちゃ伸びてましたもんね。結構頑張ったらしいけど、
あ、に入っちゃう。うまい。オーケー。ついてきたのがファゴッとすぐそこですよ。いやどうも、これこそいやどうもですね。これはキャッチしちゃおう。そんなにないんで。あ、でもさっきと同じくらいあるか。あ、40台だね。おお、あぶね、また下に潜られた。元気元気。はい、元気いっぱいな。元気いっぱいいくんですね。太いし下に隠れてんですよね。ついてきて20、45、おい45ぐらいね。え、噛む力もしっかりして綺麗だね。利根川から上がってきたんでしょうこれ。ほい、じゃね。いやマジでこのスイングオブラー、こいつの虜になりそうだよ。はい、チャッピー、今度はチャッピーでやってみましょう。こんだけバホバホしてりゃチャッピーにも出んじゃねってことで、チャッピーを明るい方から暗い方に流し込んでみましょう。じゃあもう完璧トップだからな。曲げ、いやと思う。いるいるいる。ちょっと止めたりね、ストップもいいですね。だいぶ活性高いんでこれ、クイッとちょっと一瞬早巻きで止めて、いろいろやって試してみましょう。ほら、ここでも来るのよ。気が抜けないのよこれ、マジで。本当に最後の最後、しかもそこそこのサイズ。ほら、チャッピー、チャッピーですよ。マジで、さすが効くね。うわ、トップ。ほら、でもちょっとスレっぽいのかな、サイズが。3匹目ですよ、もう。スレ回っちゃってるのか。おーし、こい。よっしゃよっしゃ。いいよいいよ。釣れ回っちゃってんだね。釣れ回っちゃってますね。よし、はい、チャッピー、ボゴーンと。これもいいサイズですね。2、4、60、あ、3本目です。はい、ありがとう。60ない、あるなしぐらいね。なんかニョロニョロがすげえのかって思ったら、もう何でもありな世界だな今日は。風邪なら浮いてれば何でも食うみたいな。おっしゃ、ヒット、ニョロニョロ、あーバレたー。はい、ラスト1投。ちょっと今日は明日も早いんで。毎日早いな。そう、もっとやりてえよ。これね、やっぱり絶対的なの出せそうだもんな。はい、じゃあ今日はね、まだトップですごい楽しみなので、次回も同じようなことをやろうかな。最後はバラシっていうのがちょっとこれで終われないよね今。なんで乗らんのよ、なんで乗らんのよ。でかい、ラスト1投つってかけたので、あ、あ、なんでよ。うわー、マジでバレだよ。全然上がってこなかった。
違うか、魚種が違かった。うわららら、ラストこれかよ。くそ。はい、恋でしたね。はい、さようなら。はい、これ本当のラスト伊藤です。何が起きてもやめます。あー楽しかったね。これどん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 もっとやりましょう。ランカー釣るまで、ここの目はランカー釣るまで頑張ろう。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。夏に間に合うように春先から取り掛かって、出来に納得するまで何度もやり直して、本日1月7日うちのチャンネルにもとうとうステッカー配り始めました。いや、やっとこう、やった、待ちに待ったそのステッカーができました。イエーイ。でこれ塩ビの素材でちょっと水にも強くなってるんで、ルアーケースとかいらないものとかにもし貼ってもらえれば、欲しい人いたら、あの僕にもし釣り場で会った時に声かけてくれれば、なかなかあの配れるチャンスもないかもしれないと思うんですけどね。こんな風にいつものボックスとかに貼ってます、ね、こんな感じですね。一応これ第1弾ってことで、第2弾第3弾も考えてるんで、もしなくなれば、これがなくならなかったら作んないけど、ね、欲しいよって言ってくれる人がいたらありがたい話なんで、全然であの無料で配布していくんで、スポンサー様はこちら、デザイン考えてくれた人はこっち、一応こうやってやっていきます。欲しい方いたら全然声かけてください。